Welcome to 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 Mari and Taka Happy Life。こんにちは、マリアンタカハッピーライフです。はい、今日は12月の、9日ですね。もういよいよ年末、っていうことで、今日でね、ちょっと待って、マガンダーン8本じゃないよ、馬がだよね、馬が朝おはようね、これからね、高一とローレンスの最後のね、年内最後の、日本語の勉強で学校に今日行きます。で、今日はなんかね、最後のお楽しみ会だということらしいんですよ。で、一応ね、その V をこの後流していきます。それから今日年末なんで、一応終わってから、ご飯食べに行ったり、ちょっとする様子もダイジェストで、見ていただきたいと思います。また最後にお会いします。ね。ということで、まず動画の方、どうぞ。今日何があるの？お楽しみ会。かける。はい、次も動物ですね。馬の耳に念仏。久しぶり来たね。ね。いただきます。いただきます。よし。よし。よし。どう？娘久しぶり。え？
い、お疲れ様です。動画見ていただいてありがとうございます。ちょっと短いですけども、まあ今日結局、鎌ヶ谷の日本語の学校はお楽しみ会っていうことで、なんか日本の文化に、触れてもらうっていうことで、年賀状を書いてみたり、カルタをやってみたり、それからコマ回しをやってみたり、まあ日本のね、日本の文化のね、触れてもらうっていうちょっとことで、まあお楽しみ会っていうことをやりました。それでその後ね、お腹空いたということでね、何が食べたいって言ったら、高一はインドカレーって言ったんだけど、ローレンスが、うどん、丸亀製麺のうどんがいいって言うんで、丸亀製麺に行きました。でね、ちょっと V 見てて思った方はいるんだけど、高一とローレンスが山のように天ぷらを取ったわけですよ。で、結構な金額になりましてね。で、おいおいおい、食べられんのかいちゃんとって思って僕は黙って見てたんですけど、案の定自分たちで食べきれなくて、まあ私だったり、マリちゃんだったりがいろいろお手伝いしてなんとか食べたけど、まあこれからは欲張るんじゃなくて、食べれるだけにしなさいよと。どうもね、そこのとこまだフィリピンスタイルでね、僕なんかほら、天ぷら2つしか取らなかったけど、山のように2人は取ってたじゃないですか。だからね、もうちょっとね、その辺ね、食べ放題から、ね、いや食べ放題っていうのは取った分は全部食べなきゃいけないんだよ。食べれない分まで取ったらいけないの。テイクアウトじゃないんだからさ。だからそういうところもまあちゃんと勉強してほしかったし、あとちょっと V 回ってなかったんだけど、最後ね、ちょっとまあある人から、前に、てっちゃんに誘われて、埼玉のね川でね、バイキングじゃないやキャンプねやった時に、子供とマリちゃんで石を拾ってきたんですよ。で、まあ、ある人から、石っていうのはそこに宿ってるものがあるから、前にどんな、その石がね、環境にあったかもわからないんで、それを家に持ってくるのは良くないことですよって言われて、石を戻した方がいいと。ただ、この間の渓谷にまで戻しに行くのは大変なので、まあ、近くの川ということで、まあ、江戸川のね、川田でちょっと石をね、ごめんなさいね、元通りには戻せなかったけど、って言って、返しに行ったんだけど、V 取れなかったんですよ。石をね、返却してたんで、高一がね、岩壁というかね、川に落ちそうになってね、その川のね、手前のところの水たまりでこけるという事件があって。で、まあ僕のね、コートを腰に巻いて、ジーパンびしょびしょだったから、ジーパンは、後ろに置いて、っていうね、ハプニングあったの。もうあとね、足だけ川にね、片足だけ川に足突っ込んだから、下手したら怒ってたよ。あそこ水深深いから、怒ったら大変だ、この時期ね。参ります。本当に大変です。いろいろあります。まあ今年もね、いろいろありましたけども、また来年もね、ぜひね、見守ってください。よろしくお願いします。はい。まあこの後ね、ちょっと最後ライブまたありますけども、一年間ありがとうございましたということと、フィリピン人とお付き合いするっていうことはいろいろ大変なんだよと、フィリピンの文化を、になれることが大切なんだよということで、またライブやります。ちょっとギリギリになっちゃいましたけど、この動画アップしてすぐに多分ライブになると思います。よろしくお願いします。で、ちょっと年末もね、イレギュラーで日曜日になったりする日も出てくると思うんですよ。23日の土曜日のライブは、ちょっと土曜日ね、ちょっと多忙になってしまうんで、日曜日、24日のクリスマスイブに、やりたいなと思います。そちらの方もどうかよろしくお願いします。はい、ということで、この動画、短めですけど終わりにしたいと思います。まっちゃん何かある？ありがとうございます。だけ？言えたしよう。ね、まあまあこの後まだライブ動画はありますけども、一応そういうことで今年一年ありがとうございました。ではおしまいにしたいと思います。バイバイポーポッ。え？違うでしょ？違うでしょって。ね、タカの一人ごともよろしくお願いします。サブチャンネルです。バイバイポー。違うよ。